ヘレン・ヘイズはアメリカ合衆国の女優。1900年にワシントン DC にてヘレン・ヘイズ・ブラウンとして生まれる。両親はアイルランド系カトリック教徒で、父親はワシントン特許庁の事務員、母親は巡業一座の女優であり、アイルランド人歌手キャサリン・ヘイズの名。幼い頃から舞台に立ち、ブロードウェイのファーストレディという愛称がつく。短編映画に出演後、 ハリウッドに移る。本格的な映画初出演作品である1931年公開のマデロンの悲劇で1932年にアカデミー主演女優賞を1970年公開の大空港でアカデミー助演女優賞を受賞。また、エミー賞、トニー賞、グラミー賞も受賞している。私生活では1928年に劇作家のチャールズ・マッカーサーと結婚。 娘メアリーは女優になったが、19歳の時に亡くなった。その後ジェームズを養子として受け入れ、彼も俳優となった。1993年、心臓麻痺により、ニューヨーク州ナイアックで高い、92歳を打つ、晩年のヘレン・ヘイズ、ありがとうございます。